兄弟かな。いや、これ悩むね、この選択肢。恋人同士？兄弟？いい、いい、どっちにしよう。お疲れ様です。ムービンです。今回はですね、こちらの帰り道というゲームを実況させていただこうと思います。こちらですね、私、ティラノゲームズさんの、様々なね、ノベルゲーム見ていたところ、目に留まりましてですね。だから、乙女ゲーム。今回私ね、いつもはね、ギャルゲの方やっているんですけれども、今回は乙女ゲームをプレイさせていただきます。実況も OK らしいので、はい、早速実況させていただきたいんですけれども、こちらのゲーム短めということなので、いつも言ってるんですけれども、私のムービーの実況を見て、ちょっとでもね、やりたいなと思ったら、その瞬間にもうブラウザバックしてください。そしてね、動画概要欄にですね、リンクありますので、ぜひプレイしてください。よろしくお願いします。というわけで早速帰り道やっていきましょう。どんな感じなんだろう。クオリティ高そうなんだよね。見た感じ。ね、お、かっこいい。あ、ちょっとでも気弱そうな男の子出てきましたね。教室ですね。あ、ねえ、って言ってますね。放課後、何か予定ある？いや、全然ないっす。全然ないです。空き散らしておりますけど。よかったら、その帰り道ってタイトルのごとくね、一応ね、概要欄のね、冒頭みたいなの読んでなかった。帰り道はね、ちゃんと書いてあるんで読みますが、ある夏の日、君と歩く帰り道、夏の放課後、家に帰るまでの短い時間を過ごす、一周数分ほどで終わる、フルボイスの乙女ゲームですという紹介でございます。というわけでね、早速ね、この子が帰ろうと言ってくれてるので、一緒に多分帰る流れかな。多分途中まで一緒に帰らない。帰りますか。いいね、こういうちょっと 弱気っぽい感じの男の子、好みですね。あー、選べる。どうしようかな。予定があるパターンも見たい。予定があるって断るパターンも見たいが、いいようにしましょう。本当、ありがとう。この主人公、主人公ではない。毎回主人公は男の子というね、私ギャルゲーばっか実況してるから固定観念が働いているが、この男の子は主人公の女の子に気があるのかもしれない。イケメンですね。おっと、あ、帰ってる。あ、かわいい。え、めちゃめちゃクオリティ高いやん。帰り道って書いてある。チビキャラかわいい。好きだなこういうの。背景もいいね。デザインがすごい綺麗だ。あ、話題に困っているんじゃないですか？誘ったはいいけど、話題がない。どうする、男の子くん。やっと口を開いたが。よく晴れてるね。あ、天気を話題に出してくる。マジで困った時のやつ。可愛いですね。いや、好きになっちゃうな。最近、暑くなってきたよね。そうね、時間軸的には夏の放課後なので、結構暑くなってきている頃なんじゃないですか？夕方でもちょっと蒸してる感じするよね。ねえ、もう夏、日本の夏はね、もう湿度が高いんでね、もうめちゃめちゃ暑いって言いますよね。まあ、海外の方でもね、日本の夏はめっちゃ暑いって言ってますね。ただ話題がちょっと、女の子受けするのかしないのか、どうなんだ。かわいいぞ。ちょっとうつむいている。左下を見ている。大丈夫か。話題を探しているか。ごめん。謝罪。まさかの謝罪。別に、ね、話題なんてね、そんなね、無理に探す必要ないんですけれども、まあね、ちょっとね、自分が誘ったという手前、罪悪感があるんですかね。会話苦手で。会話苦手なんだ。まあ、苦手なね、会話苦手なのにもかかわらず、この主人公、女の子を誘うことができたこの子はね、かなり頑張ったんじゃないですか。まあ、普段のね、その、会話が苦手というね、パーソナリティ状況からでは考えられないほど、勇気を出したと、私、見て取れますけどね。話題が、ないや。話題がないという、暴露。もう逆に話題ないからくれないみたいな。ちょっとなんか話あるみたいな誘いですね、これは。主人公のセリフがないが、主人公のセリフないが黙ってるのか。まあ待て、なんで一緒に帰る気にはちょっとトゲあるじゃん。急にさ、なんかこう、話題ないやって言ったら、なんで一緒に帰る気にはちょっとトゲない、ちょっとトゲない。歩いてるだけで楽しいよって、プラスなこと言っておきましょう。はい。そうかな。はい。僕も歩いてると、楽しい。うん。いい感じじゃない？正解か？
いや、そもそも正解とか失敗とか、歩いてるのが楽しいんじゃなくて、誰といるかが重要というか。君といるのがいいんだって。その君といると、言っちゃっちゃよ、言っちゃっちゃけど、会話とかなくてもそんなにしんどくなくて、一緒にいるだけで楽しいということですか。落ち着くとはちょっと違うんだけど。お、ちょっと違うんだ。居心地がいいって感じなのかな。好きやん、もう主人公のこと好きやん。多分確証はない。濁していく。声かけてよかった。お、また話題がないが、まあ、話題がなくてもね、いいって主人公言ってくれたんでね、もう黙ってもいいんじゃないですか。なんか恥ずかしくなってきた。まあ、これ言ってる時点でもう主人公にだいぶ気あるなってわかりますけどね。僕こっちだから。はい。今日はそのありがとう。甘酸っぱいな。また明日。また明日。いいよ。いいよこういうの。いいね。おっさんですね、私ムービン。はい、キャストさんまだいらっしゃるので、今回ね、こういうね、男の子が4人います。4人いるんだけど、またね、やっていこう。うん、全パターン見ていいのかな？一応ね、実況では禁止してないんですけど、まあ、一周が短めなんで、本当に実況になるんですかと、動画的に間が持たないのではっていうふうに思ってますっていうコメントは、ゲーム概要欄の方に書いてあるんですけど、まあ、持つんじゃないですか、多分。私もおしゃべりなんで。ある。よかったら、そうだね。じゃあ、途中まで一緒に帰るパターン見とくか。いや、でもあんまり見すぎない方がいいかもしれない。ムービン的にはね、ちょっと見すぎない方がいいかもしれない。もう一個のパターンは皆さん、ぜひダウンロードしてやってみてください。はい、そう。ちょっと予定があるにしよう。ごめんね、多分この子がね、名前出てないんだけど、今回同級生と後輩とお兄さんと弟の4種類いるのよ。4種類って言い方ちょっと失礼だけど、4人いるのよ。だから、多分これ断るとね、別のこと、帰ることができるのではなかろうかと。そうだよね。ごめん。あ、でも予定ない日もあるんで、多分。ね、今後も話しかけてほしいなって思うんだけど。また今度。ああ、また今度。はい。また誘ってほしいなというところで、今回はこのね、同級生くんとのちょっとフラグを追っていく。どうだ？帰り道どうだ？お？先輩こんにちは。かわいい後輩くんですね、これ多分。同級生後輩お兄さん弟だから、弟は先輩って言わないだろうな、多分な。多分後輩くんだろう。今帰りっすか？帰りですね。俺もなんです。かわいい。方向確か一緒ですよね。めっちゃなんか髪留めつけてんのあざといじゃん。いいの？そんなかわいい後輩くんでキュンキュンしちゃうわ。一緒に帰りませんか？うん、乙女ゲームとはいえ、私ムービーも男キャラ好きなんでね、結構いいですね。ここでまた断ると別の人なのかもしれない。やったー！オッケーにしましょう。今度はこの子と帰ろう。後輩くんと帰ろう。ああ、ざとい！何その後ろで帰るの？かわいい！かわいすぎるが？いいんですか？そんなかわいい感じで。いいなぁ。青春だなぁ。先輩と一緒に帰れるなんて、ついてるなぁ。あ、好きなんじゃない？この子も主人公のこと。さっき先生に雑用押し付けられて、うざーって感じだったんすけど。まあまあまあ、そういう時もありますよ。むしろ、感謝の気持ちになりました。あ、帰るタイミングがずれたことによって今先輩と帰れてるからってことか。ふふふ。かわいい。二人で歩いてるとこ、同級生に見られたら勘違いされちゃうかも。確かにな、勘違いされちゃうかもしんないよ。翌日同級生くんとかに言われるんじゃない？昨日さ、帰り道、ちょっと緑髪の男の子と歩いてたけど、彼氏くんとかなの？みたいな感じで言われちゃうかもしんないよ。何にって。何とぼけてんの？決まってるじゃないですか。とぼけ出す主人公、まあ、そういう主人公もありでございますね。言わせないでくださいよ。とぼけてゆく。ちなみに先輩は何にだと思います？向こうも詮索してるよ。
兄弟かな。いや、これ悩むね、この選択肢。恋人同士？兄弟？いい、どっちにしよう。兄弟かな。あ、ですよね。ですよね。いや、そうっすよね、みたいな。いや、そうだと思ったんすよ、僕も、みたいな。そりゃ、ねえ。そりゃね、うん。いや、それ以外の選択肢ないよね、みたいな。先輩のような綺麗なお姉さんと俺みたいなチビ。かわいいな、この子。兄弟にしか見えませんよね。若干泣いとる。かわよー。いいんです。時間はあります。まだ早かった。まだその質問早かったかな。もっとグイグイアプローチしていこう。身も心もビッグになってやります。そう、まだね、多分高校1年とかかな、勝手に私が思ってるだけなんだけど、主人公高校2年とかかな。じゃあね、1年後ねビッグになってるかもしれない。そう。かわいい。そろそろさよならですね。いいですね。今日は一緒に帰れてよかったです。はい、明日もよければなんて。また約束しようか。今度はね、約束しよう。あ、またって言っちゃった。まただけど、今回偶然なのか。この次はね、約束しましょう。それじゃあ、さようなら。先輩。好きなんだろうな、主人公のこと。あ、かわいい。あ、かわいいんだから、もう。おかま出ちゃうわ、もう、おかま。私のおかま出ちゃうわ、もう。ね。いいですね。あ、作者はね、ネクンさんという方ですね。ティラノゲームズさんにちょっとアカウントでネクンさんって書いてあったんで、多分そういう名前だと思います。今、下にね、ここに書いてあったね。あれ？ネルナさん？あれ、ネクンって名前だったの？あ、ちょっと、ごめん。違うかもしんない。ごめん。あれ、ティラノゲームズだね。ネクンって書いてあるのよ。ネルナじゃなくてネクンって書いてあるのよ。だからね、作者の名前かと思った。ごめんなさい、間違ってました。はい。あ、出ましたね。ちょっとスキップするか。途中まで一緒に帰らない。一緒に帰ろうって言ってくれてるんだけど、予定があるわ。そうなんだ。ごめんなさい。また今度。はい、ちょっとまた今度。というわけで、校門に行こう。で、この子と出会うわけだ。で、予定がある。そんな。はい。残念です。残念だけど、また今度ぜひ。またね、アプローチしてくれると思うから、この子は。ちょっと同級生くんはまたアプローチしてくれるか怪しいけど、ちょっとね、気弱そうな見た目をしていた。ただ分かんない、その見た目に秘められたスピリットを持っているかもしれないから、なんとも言えないけど。コンビニかな、これは。いらっしゃいませ。これお兄さん。え、めちゃめちゃかっこいいじゃん。え、出た、金髪にちょっと地毛に戻ってプリンがかってる系統のやつ。いいよね、このカラーリングの髪型。超好きなんだけど僕。これ男だよね。ちょっと女性っぽくも見えなくなんや。まつげなんか。ああ、こんにちは。男だろうね、多分ね。何買いに来たの？ちょ、チャラめかもしんないけど、バンドとかやってんのかな？アイス？うん。へえ。今日は暑いもんね。買い食いしに寄り道をしましたってことですね。今上がるとこだから、ちょっと待っててくれる？え、何？お兄さんと帰ることになるの？予定がある。待つか。じゃあこの子とこのお兄さんと帰ろう。どんな私服なんだ。いや、パーカ似合うな。多分女の子と歩幅合わせてくれてんだろうな。いいなこのお兄さん。いいな、全男子キャラにいいなっつってる。ウケんな私。はあ、今日も疲れた。バイトお疲れ様です。普段何してんだろう。社会人はね、大変だわ。え、フリーター？大学生なのかなと思ったんだけど、フリーターかな。でもバイトをしながら何か自分の夢に向かって頑張ってる系統のお兄さんだ。まあ、コンビニバイトなんですけど。まあそうだね、別にコンビニバイトも立派な仕事じゃね、とは思うけど。学校どうだった？どうでした、主人公さん。勉強しんどくない？いじめられたりしてない？あ、勉強とか嫌いそうな見た目してますね。悩みとかあれば何でも聞くからね。近所のお兄さんなのかな。ほら、俺の方がお兄さんだからさ。まあね、大人っぽいですよね。今まで出会った人たちよりは一番身長もあるし、ピアスとかもバッチリ開けてるあたり、同じ高校生には全く見えないですね。大学生に見えるかな。頼りないって？よう言うな、主人公。頼りないっつってた。ああ、そうだ。うん。今週の日曜とか暇？おデートのお誘いですか？どうなるんだろう。忙しいですったら悲しいパターンなのな。暇ですにしましょう。マジで？お、どうなるんですか？じゃあさ、
どっか遊びに行かない？バイト代入ったばっかだからさ、おごるからさ。どこ行くんだろう、夏だしプールとか行くんかな。映画とか遊園地とか水族館とか。あ、プールはなかった。どこでも連れてくからさ。どこがいい？どこがいいかな。今の選択肢の中だったら水族館かな。やっぱし、やっぱしっていうのは、まあ遊園地もいいんだけど、なんだろうね、一緒に見ながら喋りができるっていうのは水族館かなと思う。遊園地はやっぱ乗り物乗ってそのリアクションワーキャーワーキャーするの楽しいけど、やっぱ私は人と会話したい派だから水族館がいいかな。映画館は映画見てる間話せないじゃん。から私的には映画館が最下位、次が遊園地、その次、まあ一ちゃん一番いいのがあの水族館かなって思う。そのセレクションだったら楽しみだな。今週はいっぱい頑張れそうだ。好きなんかなこの人も。それじゃあまた顔見せてよね。まあ、普段から多分よく行ってるコンビニのお兄さんなんだろうね。で主人公結構可愛いんだろうね。平日の夕方はだいたいシフト入ってるからさ。フルですごいな。普段別のことやってんのかな。あのコンビニどうせ暇だしさ。そんなこと言うなよ、ちゃんと仕事しようぜ。遊びに行く約束も忘れないでね。せやな、日曜行きましょうや。かっちょいいこのお兄ちゃん。いや好きになっちゃうな全男子キャラに好きになっちゃうなっつってるんだけど。ちょろくね、私ちょろくね、大丈夫か。というわけでじゃあ最後の人やるか。最後の人やってね、実況終えましょう。はい。あ、ねえ、ごめん、途中まで予定があるわ。そうなんだ。申し訳ない。申し訳ない。同級生くん、君も結構好きよ。私は君みたいね、ちょっとねひ弱っぽい感じの見た目の子好きだからね。一緒に帰りませんか。んー、ちょっと後輩くんもごめん、ちょっと予定があるわ。予定という予定はないんだが、ぶっちゃけ申し訳ない。また今度ぜひ。まあ申し訳ない。ちょっとお兄ちゃん一番断りづらくね。あとちょっとでバイト終わるって言ってるしさ、ちょっと予定があるから急いで帰るわ。今あるとこだからちょっと待っててくれる。ちょっと予定あるんすよ。そうなの。ちょっと残念、申し訳ない。お兄さん一緒に帰りたかったんだけど。まあまあまあ、ちょっと予定あるんで許してくれ。止めちゃってごめんね。またね。最後弟くんだからな、どういう感じで出会うんだろう。もう自宅になるのかな。でも帰り道だからな、帰る途中本当に家のちょっと前ぐらいで出会うのかな。お、家のドアっぽいね。これもある種帰り道なのか。もう自宅の 目の前みたいな。お姉ちゃん、もう帰り道の結果家に着いてるから、まあ、これも帰り道ですね、一種の。お帰りなさい。え、妹ではなく弟くんなんですかこれ。あれ、弟って書いてたね。弟って書いてあります。あのダウンロード画面には弟って書いてありますか。寄り道しないでちゃんと帰ってこれましたね。え、寄り道してたら怒られてました。偉い偉い、褒めてくれるじゃん。何、僕もね、かわいいじゃん。お留守番できました。え、でもその服さ、男男性でこういう襟のパターンの服ってあんのかな。女装してる感じ。偉い偉いでしょう。偉いですね私ムービン男の子大好きだから、もし男の子だったらちょっといろんなところが盛り上がってしまいますね。お土産あるの。はい、アイス。ああ、一応コンビニ寄ってる想定だから、あれか、あのアイス買ってんのか。あ、食べる食べる。え、かわいい、最高の弟じゃないですか。お姉ちゃん早く手洗いうがい済ませてきて、一緒に食べましょうアイスを。早くだよ。はい、行ってまいります。急いでキレイキレイします。はい、あ、食べてる、かわいい。あ、でもこういう服か。なんだ、制服っぽく見えてたけど制服じゃないねこれね。なるほどね。あ、これ続くんかな、出会いのパターンの絵だよね。ママもパパも今日も帰り遅いんだって。これあれだ、あの女性の制服、セーラー服に見えてたけど、あの海軍とかの人、海軍軍じゃねえかあれ、あの船を動かす人たちのあの服装ってこういうのだよね。あの男性でもこういうの着るよね。だから夜ご飯冷蔵庫にあるからチンして食べてってメモがあったよ。あー、作ってあるんだ。なるほどね、お姉ちゃんが作るパターンかと思いました。え、寂しくないかって。あー、心配してくれてるんだ、優しいね。大丈夫だよ、ママたちがいなくてもお姉ちゃんがいるでしょ。そうね、お姉ちゃんが寄り道せず帰ってるんで。だから寂しくないよ。お姉ちゃんは寂しいの。お姉ちゃんは寂しいのかな、どうなんだろう。それならね、僕が一緒に寝てあげる。寝ましょう気持ち悪いって言われそうだな。そしたら寂しくないでしょ。作者さんに怒られねえかな。僕が寂しいからじゃないもしかして弟くん寂しいのかなと思ったのかな。お姉ちゃんが寂しくないように
一緒に寝てあげるんだからね。そうね、あくまでね、お姉ちゃんの、お姉ちゃんのためですから、これはお姉ちゃんのために一緒に寝てますからね。でもお姉ちゃんがいなかったら寂しいから。あ、まあそうね、そりゃそうだ。明日も寄り道しないで帰ってきてね。寄り道できんじゃん、これもう寄り道できんくなった。約束だよ。ムービンは、私ムービンはもう寄り道できません。こんな可愛い弟くんのために帰り道、いいですね。あ、弟くん選択肢ないんだ。なるほどね。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。帰り道あえてね選択肢残してるんで、皆さんぜひプレイしてみてください。ちなみにこの帰り道ですね、あの現在の2021年のティラノゲームスフェス参加作品となっております。よかったらね、あのこれ、こちらですね、このゲームがダウンロードできるサイトのですね、あのそういう特殊なイベントをやっておりますので、よかったらそういう意味でも、注目していただけたらなと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ムービーでした。また別のゲーム実況でお会いいたしましょう。バイバイ。